で長澤の頭こぼれたところは倉田の左足ポスト入った最後はポスト跳ね返り押し込みました。ガンバ大阪追加点。ここはルーズボールに倉田がうまく反応していました。そしてしっかり詰めていました。ガンバ大阪追加点ご覧いただきましょう。ここ足に当たって溺れたところで、これがオウンゴールですかね。長澤かというところなんですが、肉眼ではオウンゴールに見えました。まあ、藤原選手のボールに対しては長瀬選手1枚だけだったので、まあ、そのセカンドボールへの反応ですよね。そうですね。ただここも、まあ、オンゴールになりましたが長澤も詰めていた。そうですね、はい、